その後、日活館を経て1975年に、玄関名に改称。東方系列の洋画ロード唱館として、数々のヒット作や大作を輩出してきた。2011年で、映画館としての営業を終え、その後は、カシホールとカシライブハウスの、札幌プラザ2.5となり、さらに2020年7月22日からは、菅井ディノスの映画館。 殺撃に生まれ変わった。ここでは、道館が最末期に行っていた、映画イベント、ママズシネマクラブ及び、道館1階にある商業施設、土産食再ハグについても記述する。ちぶさよ永遠なれの、月給夢寺と、葉山良二。田向公二は、明治時代から、町屋や,や飲食店、観光場、演芸場などが並ぶ、商店街として、進化を遂げ、 1892年に設立した寄せ札幌帝をルーツとする帝国座や1910年に演芸場として設立しその後小築の風切り館となった遊楽館も狸工事にあった1925年戦術の遊楽館を経営していた串間工業によりパラマウント映画を中心とする洋画風切り館三遊館として タヌキ工事5丁目に設立された。初代の支配人は、谷平蔵で、運営会社の名称はその名字に由来している。1936年には、道内発の陶器上映を開始。1938年、日活に経営が譲られ、日活館となったが、1940年に、串間工業より独立。1955年からは、 邦画各社の純風切り感となる。この年には、帯広市出身の歌人、中条文子の生涯を映画化した、日活作品、ぶさよ永遠なれがヒットしている。1960年、谷井晋三が二代目の監視となる。やがて映画の社用化が進み、1975年、東方洋画系ロード召喚に一本化され、館名を東方プラザと改称 1981年3月13日に、現在の建物に改築され、2階イコール東方プラザ、地下1階イコールプラザ2の2巻体制へと移行。ジャッキー・チェン主演の、ヤングマスター指定出馬が、こけら落としとなった。主に、東京の日比谷スカラザや日比谷映画、日劇プラザなどで上映される方が、洋画の話題作を、 数多く上映し、東方工学や東方日劇とともに、道内東方系列映画館のチェーンマスターとして、親しまれた。1991年の高畑くん監督作、思い出ポロポロからは、スタジオジブリ作品を上映するようになり、1997年7月12日風切りの、宮崎駿監督作、もののけ姫では、 わずか半年の上映で17万人を動員する記録を打ち立てている。1998年、札幌ファクトリー内に、ユナイテッドシネマ札幌、2003年には、札幌駅前に、札幌シネマフロンティアといった大型シネマコンプレックスがオープンし、競争が激化。シネマフロンティア開業を機に2003年2月をもって、 東方との番組提携契約が打ち切られ、東方の系列館からフリー館に転換。同年12月に座席や内装のリニューアルを行った。丸の内ピカデリー1.23や丸の内ルーブルをメイン館としたウォルトディズニースタジオ配給の洋画も上映するようになったのもこの頃からである。踊る、大捜査船や海猿、名探偵、コナンなど、 大ヒットした邦画シリーズも閉館まで封切られた。踊る大捜査戦ザムービーにレインボーブリッジを封鎖せよ。が、メガヒット後に再編集、再録音された踊る大捜査戦ベイサイドシェイクダウンにも市内で唯一封切られ、ファンによる封鎖上映会がプラザにで実施される。映画工業の合間に行うイベントにも積極的に取り組み、2006年より、 毎年秋に札幌国際短編映画祭を開催。2009年からはディノスシネマズ札幌劇場とともにママズシネマクラブと題した親子限定の貸し切り工業を実施。さらに2010年4月17日公開のアリス・イン・ワンダーランドからは376席のスクリーンに 3D デジタルシネマシステムを導入するテコ入れを図った。 2011年5月18日には実業家でエッセイストの高橋あゆみが出演し俳優の小橋健二が監督したロードムービードンスタの上映会が行われ高橋と小橋が舞台挨拶で来館した札幌プラザ2.52011年7月8日の北海道新聞の報道で同年8月31日をもって閉館することが明らかとなった 東王県ではこの年、白石区にあったディノスシネマズ、札幌白石が閉館、千歳市にジャガ、ポックルシアターがオープンしたほか、同年後半以降上映方式のデジタル化を果たす、映画館、シネコンが相次いだが、東宝プラザは、3D デジタル以外すべて 35mm フィルム上映で、営業を全うする結果となった。ロードショー最後の番組は、 邦画が7月16日風切りの国立小坂から洋画が7月30日風切りのカーズに。同年8月20日から31日までさよなら上映会が行われ、しり番が一大雪原の対決をもって三遊間時代から86年に及ぶ映画館としての営業を終了。札幌市内における大手映画会社の名前を冠した映画館はこれで消滅したが、 ススキのラフィラ跡地に建設される複合施設内に、東方シネマズが2023年に開業されることが報じられた。跡地は、同年9月1日よりカシホール、札幌プラザ2.5として改修されることなく、存続し、試写会などのイベント利用や札幌映画サークルの自主上映のほか、札幌国際短編映画祭も継続して行う。 2014年7月28日、それまで、たぬき工事3丁目にあった、菊屋運営のライブハウス、メッセホールが、地下1階部分に移転オープン。これに伴う改装により、スクリーン正面に、ステージがついた。その後2017年1月1日にメッセホールは、BFH ホールに改称し、地元の若手笑い芸人のライブにも使用するようになったが、 平成終了を目前にした2019年4月1日に札幌プラザ2.5と名称が戻る。2019年6月2日をもって南三条西一丁目にあった旧ビルでの営業を終えた菅井ディノースの映画館とゲームセンターが2020年に札幌プラザ2.5内にて再オープンする計画が起こった。これに伴い札幌プラザ2.5は 同年2月末をもって、現体制での業務を打ち切り、同年7月22日にオンスクリーンのシネコン、殺撃へと改装、グランドオープン。東方プラザの閉館から約9年ぶりに、常設映画館に戻った。なお、札幌プラザ2.5での開催を取りやめた、札幌国際短編映画祭は、同年度の第15回以降の開催を、主にオンライン上に移し、 特別上映を札幌文化芸術劇場内のクリエイティブスタジオで行っている。ママズシネマクラブは札幌大通町づくり株式会社が企画運営し東方プラザとディノスシネマズ札幌劇場で開催されていた映画イベント。子供が生まれてからなかなか映画館に行く機会がないといった観客のために企画された催しで2009年12月に 1> 第1回を開催。毎回午前9時30分に開場し、午前10時から上映していた。これと同様の企画に東方シネマズのママズクラブシアターや札幌シネマフロンティアが毎週火曜日に行っている親子シネマがある。東方プラザ閉館後はしばらく行っていなかったが、2012年9月30日に第2ファミリーシネマと称して、 ロラックス、おじさんの秘密の種が、札幌プラザ2.5で上映された。東方プラザのチケットカウンターがあった1階部分は、過去に、時計店や、ゲームセンターなどが入居していたが、2008年12月19日、土産品の食材販売などを行う、商業施設として、土産食材ハグがオープンした。田抜工事商店街振興組合役員を中心に、 設立した、たぬき工事土産食祭協議会が運営、経営しており、同館の支配人を務めた、牧浦博司栄が事務局長として参加している。施設名の、ハグは、愛情を持って育むという意味があり、安心なものを食べたいという消費者の願いと、新鮮なものを、皆様に食べてもらいたいという生産者の思いをつなぐ、架け橋になりたいという思いが込められている。 野菜、魚介類などの食料品を扱う、ハグマートと、韓国料理店や寿司や焼きそば、柿などの専門店を要する、ハグイとタヌキコージ横丁の2カ所で構成されていたが、戦術のスガイディノスへの転換に伴い、ハグマートは2019年12月末で撤退。ハグマート跡地には、ゲームセンター、 ディノスパーク札幌田向工事が2020年3月7日から営業しているため、ハグいと田向工事横丁の未営業を継続している。全スクリーンのチケットカウンターは2階に集約されている。この年の時点では札幌市内の映画館は日活館を含めて51館あった、消えた映画館の記憶を参照した。1980年の映画館の札幌市の 項目には、当時の中央区内にあった25巻の中に、東方プラザの名が記載されていない。紅れないの豚は、帝国座、松竹配給だった、方補起居隣の山田くんは、松竹遊楽館で上映。当初の名称は、パラマウントユニバーサルシネマ11。第5作、パイレーツ・オブ・カリビアン。最後の海賊は、東方シネマズ日劇メイン。ファインディングドリーは、 道劇メイン。第2作、インクレディブルファミリーは、東方シネマズ、日比谷メイン。第2作、アリス・イン・ワンダーランド、時間の旅は、道劇メイン。同日には、広島県広島市にあった、同じ東方系列の映画館、広島宝塚1.23も閉館している。ハット後に空シネマ千歳を経て、現在は、新千歳空港シアター。 事実上の札幌市内への最新室で、東方シネマズ単独としては、道内初出店となる。2.5は南二条西五丁目に由来。この背景には、同年に発生した新型コロナウイルス感染症の流行も関係している。いずれも北海道東方株式会社が経営、運営していた。ありがとうございます。